それでは時間になりましたので、ただいまから緊急記者会見ということで、トルコへの原発輸出のこれだけの問題、原子力協定批准にストップをということで始めます。ですね、今日の緊急記者会見は、FOE ジャパン、環境持続社会研究センター、ジャクセス、ピースボートの呼びかけでですね、この間原発輸出の問題に取り組んできました、市民団体そして、技術者の皆さん、により、お送りいたします。今国会中にですね、トルコですとか UAE との原子力協定が批准されようとしているんですね。で、今日の、記者会見は主にトルコに、焦点を当てて、その問題点についてお話ししたいと思っています。で、原子力協定というのは皆さんご存知の通りですね、原発輸出などの、原子力の技術の移転ですとか、原子力に関するその協力を行うのに必ず、こういった2国間の協定が結ばれることになっています。ですからいわばこの原子力協定というのが実際のトルコでの原発建設に対する日本の技術供与あるいは輸出というものの第一歩になるわけです。で、私たちがこれに非常に注目しているのは、事実上この原発輸出の問題を国会という開かれた場で議論できる唯一の機会だから非常に重視しています。で、今のところですね、この原発輸出原子力協定の批准というのはですね、自公が賛成、その他の野党が、反対の構えを見せています。で、唯一民主党がですね、賛否が拮抗しているというような報道が流れておりまして、今日民主党の、ケインさん、外務防衛、部会部門会議共同の部門会議が開かれるんですが、その場でひょっとしたら決まってしまうかもしれないということで、私たちは大変懸念しております。で、実はこの、緊急記者会見に先立ちましてファックスにて、民主党本部の方にはですね、皆さんのお手元にお配りしている、トルコへの原発輸出に反対をという要請書を、お送りしています。で、この要請書はですね、実は、この今日の呼びかけになっている市民団体が、日本をはじめとして全世界に呼びかけまして、現在のところ、前回1月に提出した時には3270名、今回オンライン上で急遽また呼びかけたところ、ちょっと重複もあるかもしれないんですが、1922人の方が賛同してくださっています。で、こういったものを今、民主党の本部にはお送りして、これからその民主党の、議員さんにもですね、こういった問題を知っていただきたいということで、呼びかける提出する予定としています。で、今日の記者会見ではまず私の方からですね、このトルコの原発建設の問題を簡単にお話ししまして、で、その後、最近現地に取材にいらっしゃったフリーライターの森田さんにお話をいただきまして、その後、原発技術者としての立場から、あるいはその、国際的に、原発問題に取り組んでいる立場から、ここに書かれている方々に一言ずつ、コメントをいただきたいと思っています。で、トルコのシノック原子力発電所計画ということで、ここに、三菱重工とアレバの共同開発庫の、アトミア1というものを、建設する予定になっております。で、これがその事業費としては、日本円にして約2兆2000億円ということになっています。で、今のところその事業主体としては国際コンソーシアムが組まれていますが、トルコの国営電力会社、GDF、スエズ、伊藤忠、三菱重工が出資参加を予定しています。で、ご覧のようにですね、トルコ国内ではこの、原発建設に関して大変地元の反対が強く、地元の市長もこの、原発建設に反対しています。で、これはそのシノップ福島、トルコと日本の友好をと書いた、横断幕なんですが、やはり、福島原発事故の影響をトルコでも非常に心配しておりまして、同じような事故が起こるということを憂えているということで反対運動が盛り上がっています。で、シノップには原発がいらない、そういうことが書かれています。
でこのようにシノップっていうのは風光明媚な、まあ、観光地でもあり、漁村もあるといった場所になっています。でこのシノップ原発の、建設さまざまな問題があるんですが、一番大きいのはやはり、地震国ということで、地震のリスクだと思います。でこのまとめはですね、ジャクセスの田辺さんが中心となって作ったファクトシートから抜粋したものです。トルコは、地震頻発地帯で、99年のトルコ北西部地震では1万7000以上の死者が出て4万3000人以上の負傷者が発生したということです。機器損傷が相次いで、重要な変電所が、停電する事態が発生しています。で建物やインフラの耐震補強が進んでいない状況にあるというのも、非常に大きなリスクになりうる、ことです。そして日本原電が今、11.7 って書いてありますが、11.2 億円ですねの国税を使って現在地層調査を受注して、調査を実施して間もなく調査結果が出るということなんですが、果たしてこの日本原電が極めてその、まあ原発建設にあたって利害関係にある日本原電、そしてこの、さらに下請け会社には三菱系の、ダイヤコンサルタントなんかも入っているんですが、そういうところが、妥当な調査ができるのかということは私たちは疑っているところであります。で経済性評価の問題もあります。ロシアの、悪意原発ではコストが、当初の予定から跳ね上がっているということで、この、果たして経済合理性に見合うかどうかというのも一つの問題になろうかと思います。でそしてもう一つ私たちが指摘しているのは、トルコではですね、推進と規制の分離が図られておらず、推進機関と、規制機関が一体化しているというような問題もあります。あるいは廃炉計画、あるいは放射性廃棄物の処分計画が、全く不明だということですね。これについては何度も、政府側に問い合わせを出しているんですが、満足な回答はいただいていない状況です。であとはトルコの不安定性ですね。過去50年の間に3回の軍事クーデターが発生している。テロの頻発化、シリア難民の大量流入ということで、後ほどチェさんにお話しいただきますが、非常に国内が不安定な状況になっています。で先ほどの写真でご紹介したようにですね、地元の市民の反対が非常に強いということです。で、昨年の11月末にはですね、短い期間であるんですが、シノップ市内の、市民団体が呼びかけて3000人近くの市民たちが日本の国会議員に、要請書を出しています。でこの要請書の中で、今回の、海流生態系が破壊されてしまうこと、住民の同意が得られておらず、環境アセスにおいても住民の参加は実現していないこと、そして数千年にわたる、まあ 都市の歴史、そして、自然とともに育んできたというそういった文化が破壊されてしまう、そういったことを指摘しています。ということで私たちもですね、今まさに、民主党が今日にでも部門会議で決定しようとしており、さらに、今国会で、このトルコの原子力協定が批准されているというこのタイミングで改めてですね、市民社会からの強い反対の声を示していきたいと思っています。じゃあ、森田さん、今ちょっとスカイプで森田さんとつないでいたのが切れてしまったようなので、先にチェさんからご発言をお願いしてよろしいでしょうか。私は原発メーカー訴訟の会の事務局長の知恵と申します。この間、外国人特派員のところで記者会見した時には40名ぐらい海外の方がいらしたんですが、その2日前の司法クラブでは日本の記者は3名でした。それで我々のこの原発メーカー、日立、東芝、それから GE を相手に裁判をしたのは世界で初めてですけども、これは AP、それから、ロイター含め全世界に流れました。5分間で映像も作られましたけども、日本で全くと言っていいほど、東京新聞が大きく2面
ばかり出しましたけども、それがない、まあ、そういう状況の中で、このトルコのことで言うのも、まあ実はあまり気が進まない。台湾って皆さん50万ですよ、昨日のデモが。で、台湾が今反対しているデモは、すみません、若干ちょっと脱線してから入りますけども、これは日本の新潟で今、再稼働反対の運動をしてますけども、その同じものが新潟、台湾で建設されて、その反対運動が起こっているのに、その後、日本では支持、連帯の運動がない。そういう状況の中で、そもそもトルコのことを日本の人が関心があるのかと。自分の国の再稼働も反対できないこの中で、僕は非常に憤慨してます。ですから今回9月には、アシアンフォーラムを開いて、とにかく国際的な問題として日本もやらないと、日本の一国だけでこの運動ができるのか。マスメディアも政治家も全部一体となってごまかしているのに、我々のこの市民の運動がまた分裂し、市民自身が日本の国内のことしか考えてないような状況で、果たして国際的な運動ができるのかということを大変危惧しています。で、トルコのことを僕なんか言う資格はないんですが、たまたま、我々の同じ原告、今原告が39カ国、4200名に出しています。で、そのうちの一人がトルコに日本人ですがいらして、毎日のように現地の報告を送ってきてくださっているので、まあ、ある程度のことは僕は分かっております。ぜひ我々のブログホームページ見ていただいたら、トルコのことも書いております。で、まずですね、日本政府が、日本の原発のこともこれだけ民意反映しないで、6割も7割も反対しているのに、どんどんやるというような状況ですよね。で、トルコは、トルコに戻るトルコの話ですけども、トルコが地震国だってのは分かってますよ。そして反対もあるということは分かってるのに、そもそもそういう状況の中で、トルコにオリンピックが行けば、賛同しますというようなことを安倍がリップサービスで言いながら、その時にこの原発の話をしてるわけですよね。で、トルコは今ツイッターとかですね、それからインターネットも遮断されて、なかなかきちっとした通信ができない。だから言論の自由どころが、すぐ拘束される。で、今いる日本の女性もいつ国外通報になるかわからないという状況の中でメールを送ってきています。去年の暮れには、今の現政権の子どもたちおよび大臣たちが賄賂で捕まったらしいんですけども、それを捕まえた検察を退去を地方に流したというような状況らしいです。で、トルコの人はとにかくこの日本との原子力協定の話があるということも知らない。そういう中で日本の国会含め、まず原発を再稼働していくというような流れの中で話されているのが、これはもう本当に僕らは国会途中でしたいですよね。台湾じゃないけど本当に選挙しててもやらないと、こんな民意も反映されないようなところで大選民主主義でやってるところをね、まあ、市民の声ってところ、ウェブ関係の方いらっしゃいますけども、大きいメディアの人がいらっしゃいませんよね。それいらっしゃいますか、わからないけども、なんとかしたいですよね。まあ、とにかく今のトルコの状況はまともに原発のことで、危険かどうかというようなことを話するような状況ではない。で、そういうところに輸出しようというね。で、いくらそれ輸出進んでも日本の市民含め自分たちは何も権力を持っているものは阻害されないという、そういう状況ですよ。好き放題やってる。いや、僕はもう言いたいことはそれだけ、それだけです。とにかく今のトルコの状況は、情報を含めですね、この
原子力協定のことさえ分かってない、全く知らないというふうに向こうできちんと大学で教えてるような方ですから、情報を知った上でおっしゃってるんですけども、そういう中で進められてるということを皆さんご理解ください。じゃあ、ですね、続きまして、最近トルコを取材されたフリーライターの森田俊也さんにお願いします。はい、よろしいですか。はい、お願いします。京都からタイプで参加させていただいています。音声届いてるでしょうか。はい、聞こえてます。はい、はい、私は、この3月にトルコを訪れてきました。どういう企画であったのかというと、ドイツを中心に、ヨーロッパアクションウィークという、その中でチェルノブイリと福島の、記憶をみんなで共有しようという企画が行われて、私は福島原発のことを話してくれということで、招かれ、その企画の一環としてトルコを訪れました。3月の10日にイスタンブールで講演させていただき、3月11日ちょうど福島原発事故の日に首脳府に行って、講演させていただきました。また3月13日に、イズミールに行って、そこでも講演させていただきました。その中で、特に首脳府のことについてお話したいと思います。私が、3月11日夜に、福島原発のことなどを話させていただいたんですけども、この日は首脳府の労働組合の方であるとか、あるいは環境問題で動いている方であるとか、あるいは一般の市民の方を含めて、緊急な集会だったんですけども、200名近い方が集まってくださいました。非常に熱気ある集会で、私自身もとても、感動しました。で、実は先ほどの話もあったように、トルコは非常に政情が不安で、民衆の行動に対して、割とすぐに警察が出てきてガス銃を、どんどん撃つということが起こっています。その中で、イスタンブールであった、デモの時に、デモに参加していたのではなくて、たまたま帰り物に行っていた10歳の少年の頭を、警察がガス銃で直撃をしてですね、その少年が昏睡状態に入っていたんですが、ちょうど私が訪れた3月10日から11日にかけてこの少年が亡くなってしまいました。そのため3月11日にはこれに抗議する、街頭行動デモンストレーションが各地で行われていて、実はシノップの町でも若い方を中心に、抗議のデモンストレーションが行われていました。したがって一方では抗議のデモンストレーションが行われながら私の講演が行われるという形で、参加者は2つのところに分かれることになったんですけども、その中でも、200名近い方が、集まってくださるということに、ロスの町のですね、方たちの、この原発問題に対する、これを許したって、これは許さないというね、非常に気持ちが表れていたと思います。発言の中でも、先ほどお話がありましたけど、私たちが送った署名はどうなったのか、あれは日本の人たちが届いたのか、その政府はどういうふうにしてるのか、そういうような質問がたくさんあってですね、自分たちとしてはどんどん、反対の声を届けているのか、それを日本政府が聞いてくれているのか、というふうな質問が私に対しても、どんどん良いです。状況が悪いようです。今、森田さんがお話になった、署名というのは、さっき私の方から紹介しました去年の11月の末に、現地の市民団体が集めた3000ぐらいの署名のことだと思います。で、今のそこに映写しているの森田さんが撮った写真届きますか。はい、届きました。じゃあ届いています。はい、どうぞ。はい、ですね、先ほどシノップでも、参加して、その日の講演の時の話をしましたけれども、その翌日にですね、シノップ原発の予定地に参加していただきました。で、このシノップ原発の予定地はちょうど北海に張り出している小さな半島に位置しています。場所的に言うとちょうど北海の秋田の側、北海を渡った反対側が、
今大変なことになっているクリミア半島、クリミア半島に向かいに合うような形で黒海の南側にあるのがチノックの町で、そこに突き出た小さな半島に一発の予定地があります。でここはですね、訪れても大変きれいなところです。でどういう形になっているのかというと、まずは、非常に広い放牧地がつながって広がっています。でそしてまた、この半島に、周囲から川が流れ込んでいる形になって、半島の付け根のあたりに河口があるんですけども、この川がですね、非常に豊かな栄養を運んでくれるそうで、農地としても非常に潤うところになっています。また、非常に綺麗で風光明媚なところですので、トルコのリゾート地にもなっていて、夏には多くの方が訪れるところになっています。また一つ全体がそうなんですけども、黒海の豊かなですね、海産物を中心とした漁港になっていて、それも大きな船が入らないようになっていてですね、割と小さな船を主体にして、漁業が営まれています。で漁民の方はですね、非常に気が良くてですね、近づく手を振ると船の上から皆さん手を振ってくださるんですね、とても穏やかで、豊かな生活が営まれています。さらにこの半島は、動植物の生態系も非常に豊かなそうで、その、ことを、表示している、表示板などもあるんですけども、いろいろな、動物や、草花、貴重種、そういうものの宝庫だと思います。で案内していただいた、環境団体の方は、この半島そのものがですね、自然がどんなに豊かなのかということをずっと私に語ってくださって、どうしてこんなに豊かで、それ自身自然の恵みを受けて潤っているこのところにここを切り開いて原発を作らなければいけないのかということを熱烈と説いてくれた。で私もですね、本当にこのあまりにも美しいところなので、その場にいるときにですね、安倍首相の顔が浮かんできて、そんなところに原発を置きようとするのかということを考えたときに、いかにとですね、なんともいない感情で、ちょっともう本当になんか、泣きたくなるような気がして、涙が浮かぶようなというか、こんなところにですね、本当に原発を押し付けてはいけない、事故を起こした私たちの国がですね、こんなところに原発を、持ってきてはいけないんだということをですね、本当に強く感じます。で地元の方たちも、私が日本から来たということで、福島は大変だったですね、森田さん、ここの魚は汚染されてないですよ、汚染されてない魚を楽しんでください、日本ではそういう魚はもう食べれないんでしょと皆さん気持ちするんですね、そして、私たちもこの海を守りたい、この農地を守りたい、原発なんかはとてもごめんだということを強くおっしゃっています。で労働組合の方とか、いろいろなさまざまな形でですね、動いている方たちとお話ししたんですけれども、確かに先ほどお話しさせたのがあったように、トルコではツイッターが禁止されているとか、あるいは、私の元にも入っているのはどうも YouTube の閲覧も禁止されそうだというようなことなんですけども、その中でもですね、私たちはそういうことに屈しない、私たちの町を守るために、私たちもね、できることを必ずするんだ、そのことを日本に帰って皆さんに伝えてほしいということを私は話して聞きました。でトルコはそもそも1990年代に、原発建設に対する反対の運動が起きて、私が聞いたところでは前の政権は原発建設をもうやめるという抗議をしたそうです。でそこで一旦、原発反対を行っている方たちもこれやれやれ原発は止まったと思ったら、今の政権になって最後、原発を作るということがもう一度浮上してきたというふうにおっしゃっています。なので自分たちは一度止めているので、必ず次も止めるつもりだと。そのために、日本の民衆が私たちのことを支持してほしいというふうにおっしゃっています。以上、シノックの町がですね、原発を使えるのもどこでもある意味では似てると思うんですが、とても美しい町でですね、私たち日本人はこんなところに危険な原発を絶対に、送り込んではいけないと思います。ぜひですね、そのことを、多くの皆さんに、伝えていただきたいと思います。私の話はこれでしたい。はい、森田さんありがとうございました。私たちが
精一杯ですね、こういったシノップの状況を、今は国会議員ですね、鍵を握っている国会議員たちに伝えるように、努力したいと思います。それでは後藤さん、お願いします。皆さんこんにちは、後藤正志と申します。私は元々東芝で原子力担当設計したといった立場からですね、原発福島の事故を受けまして、やはり、決して福島の事故というのがその対策を全くやってこなかったから事故になったわけじゃないんです。スリーマイルドとかチェルノブイリがあった後に一応法律的にはないけれども、メーカーの中では当然やってるのがあるという、技術的にはこれでいいと思うところでやってるわけですよ、つもりなんです。電力会社もそうなの。ところがそれが結局破綻してる。でもしねそれがうまくいってるんだったら、3機あの時に被災しましたね、1号2号3号、あれが3機だけ運転してました。4号は運転してなかったんですかね、あれはまあ1機だけが行くんであれば、ここが押し込められるからね、まだ安全対策、高速対策がなんとかなったという言えるわけですよ。ところが運転していったやつ3機が3機ともそれぞれ違ったパターンでメルトダウンしてるんですよ。これは何かというと、つまり対策というのはね、確実できてないということを意味してるんです。難しいと。で、あれは失敗した、だからこれからはうまくやろうと言ってやってるんだけど、そんなことができるはずない。そういう状態になりながら今日本は国内のことはまあありますけども、同時に今度輸出しようとしてで輸出しようとして、今回のはアレバと三菱重工が作った最新鋭だ。最新鋭ということは何かというと、例えばここはこういう炉心が溶けてしまった時、下に壊れちゃってるんですけど、それを受けて、冷やすための設備とかそういうことを付け足そうとして実際やってるんですね。日本でやってないこともやってる。ある面じゃ少し安全性改善されたようにもっと見える。ただそれはですね、非常に一面的なんですね。なぜかと申しますと、一旦原子力というのはですね、炉心溶融の状態になったのにコントロールがほとんど不可能なんです。それが現実です。今はもしうまくいったら運がいいって言ってくれるんですね。そうそういうことを思って安全対策が間違っているふうに言ってるのと、それともっとあるのはですね、最新鋭のプラントというのはまだ運転実績がありませんから、いろんなトラブルとか事故へのつながる可能性というのを持っています。ですからそういうことを考えたときに、本当にこれがいいのかって技術で言って、それともう一つは、そもそも先ほどありました地震国ですからね、これ問題なことと、でしかも地震の先ほどの話にもありましたけども、耐震設計と言いますか、地震に対する技術というのもはっきり申し上げて、トルコの方はそれほど進んでないんですよ。ちょっと日本がそんなこと保証できるはずないんですよ、技術したらと言ってるんですね。もう一つさらにですね、原発を運転するということは、例えば日本が原発を運転するにはアメリカから GE とかウェスティングとかいろいろ援助もしてもらって、中で人を育てながら来てるわけですよ、5年10年かけて。トルコでどういうふうにできるんでしょうってことです。即できるかどうかってことですね。私はとてもですね、それは心配なんですね。それは何だっていうと、文化が違いますから、言葉の問題だけではなくて文化が違う、非常に大きい問題ですね。そういうことが非常に心配になります。そんなこともありまして、私はそういう意味でですね、技術的な面から原発をとても輸出することが技術的にまずいということ、事故の危険性が高いことと、それからやはり道義的におかしいですよね。日本は、私たちは事故を起こしてまだそれに対する落とし前もつけてない、そういうことだと思います。そういう道義的な意味からも輸出されてあることと思います。それと最後にもう一点だけ、輸出した時にですね、原子力協定の話がありますけど、基本的には相手と契約関係をやるわけですから、相手の人に、トルコの人たちにとってですよ、万一事故があった時にどういう被害が受けられてどうなるかということをちゃんと説明したかということです。それで万一ならない時にはこういう保証があって、ここまで保証される、全部説明すべきなんですね。それにもしそれをきちんと説明しないとするならば、それは契約上の違法な契約になるわけですね、と私は思います。以上です。プラント技術者の会の筒井と申します。技術者として一言コメントさせていただきます。原発は設計をいろいろ改善しても事故の可能性はゼロにできないということを今後藤さんがおっしゃいました。それで、もう一つ、もし事故が起きたらその
被害は計算できないほど甚大なものだということを一言述べたいと思います。まず福島では今難民になっている人が16万人当初いらして、今3年経ったのうちでも13万5千人くらいの方がまだ帰れないと、そういう、共同体も崩壊してしまうような非常に大きな事故があって、それが簡単に収まらないということが事実としてあります。それからこの結果はこれが最大ではなくって、言ってみれば幸運のに助けられて随分とこの3期、過酷事故を起こした状態にしては、まあ、相対的に少ない事故だったと思います。例えば当時大量放出、放射能の大量放出が起こった時に西風がずっと吹いてたんですね。そうするとほとんど海上へ運ばれて、まあ、90% くらい海上行っちゃったんだろうと言われてます。でもしこれが季節が違うとか条件が違えば、東京はみんな避難しなきゃいけないというようなことを近藤修介さんのシミュレーションが言ってます。ですから何かちょっと我々も舐めてるようなところがあって、もっと本当は大きな可能性があったということを認識すべきだと思います。そういう経験をした日本人がトルコの人のところに行って原発を輸出してしましょうなんていうのはどんな顔してという気がしますよね。で、まあ、基本的には倫理的な問題もありますし、それから合理的に考えても、まあ、私も中東でプラントの建設したこともありますけれども、中東一帯の方々は、日本人に対して大変好意を持って尊敬をしてくれてます。で、一旦そういう事故が起こったらそれはすっかり台無しになって、まあ利害だけ言ってもとんでもない危ないことを考えていると思います。それからこの原発を輸出するそのフィジビリティスタディの中には、こういうことをやって日本の廃炉ビジネスのための人材を絶やさない、要するに人を育てる道具にしましょうということも、経産省は言ってますけれども、今現在福島でいろいろ廃炉の難問に立ち向かっているわけですが、これは別に建設するというところとその技術の性格が相当に違う部分があります。どっちかというと重なる部分は少ないと私は思っています。ですからそういう他のことをくっつけて理屈を立てるのは技術的に見てもあまり当たってないと思ってます。以上です。河合と申します。鈴木さんと同じように、長い間海外のプラントの建設プロジェクトに携わってまいりました。まあ、今も若干関わります。で、今回のプロジェクトについてなんですけども、まあ、ちょっと今手元に三菱重工のプレスリリース、これは去年の10月31日ですね、トルコのシノップ向け、原子力プロジェクトに関してこの国際コンソーシアムとして、トルコ政府と大枠合意しましたという、まあ、アクセスリリースが出てるんですけども、まあ、この原発輸出はこれまで日本の企業は東芝にしろ三菱重工にしろ、日本製鋼にしろどこにしろ圧力容器単体であるとか、それから水蒸気発電機であるとか、熱交換、ね、あるいは回転機ターンですけども、こういった個別の機器は輸出してるけれども、原発をセットとして丸ごとシステムとして輸出するのは始めたことになるんじゃないかと、まあ、ベタの皆さんに誘いませんかと、まあ、いろいろあるんですけども、初めてのケース、しかもそれを事業として行うと、事業として行うというのは単体で輸出するのとは違って、その事業、まあ、BOO という、まあ、これはおそらくトルコの最初に、今先行しているロシアもそのビルド・オン・アンド・オペレートという方式で、まあ、運転責任まで負うわけですね、まあ、そういう形で事業責任を負うということは、もちろん技術責任、事故を含めた技術責任もありますし、収支を含めた財務責任もありますし、あらゆるその事業としての責任を負う。これまでの危機の質とは全く異なる様相を
今度は帯びるわけ でまたそれを官民一体となって日本の公的金融機関、まあ、JB ですね、あるいは日本貿易保険というネクシーという会社がそれを信用を付与するという形で、すなわち日本我々も含めた、知ると知らざるにかかわらず、好むと好まざるにかかわらず、我々自身も、巻き込まれた形で原発を輸出するという仕組みになるんです。もちろん万一の事故が起こった場合、一番最も被害を受けるのは地域のトルコの人たちです。それも当たり前だと。ただそれに加えて、その事故の責任というものを、損害賠償のスキームというのがまだ決まっていませんし、明確じゃないと。まあ、先ほど知恵さんもちょっとおっしゃられたように、メーカーというのは基本的にはこれまで責任を取らない形で来ましたけども、事故に対する波及責任等々はですね、まあ、今度の場合は事業となると、その日本の企業が出資している、あるいは公的金融機関がサポートしているということで、我々の税金にも直接関係してくるような話ですので、決して水越しにはできないというふうに思っています。で、もう一つ簡単にすみません。日本原電による三田さんの方から支出調査の件が11億円で発注されたとかありましたけれども、まあ、これも片方で三菱重工が諸準備を行っている中で、官民サポート一体の一つの例だと思うんですけれども、官の経産省から日本原電に11億円で支出調査の作業が委託されていると。でこれはまあ我々プラント技術者プラント屋が見れば、10億円11億円かなりの額、普通 FS 事業なりこういった調査は数千万から数億円あるいは10億円20億円あるんですけども、設計が伴わないこんな実質商社に11億円、まあ、とんでもない話だと思います。まあ、せいぜい1、2億円で、済むんじゃないかという、まあ、感覚ですけどね。まあ、そういったことでその11億円を、三菱のダイヤコンサルト、三菱系のダイヤコンサルトも含めた日本の企業の中でにまた再発注する、 80% 以上が再発注なんですね。まあ、そういったことで日本の、原子力村と言われているそういった構造がそのまままたトルコに対しても、輸出構造の中でそれが維持されているということで、福島の教訓はどこ行ったのか、相変わらず原子力産業を事業を食い物にしてるんじゃないかと日本企業が固まってですねということが分かるんです。で、私たちはやっぱり福島の教訓というものはそれをもって原発というのは、見直すべきじゃないかと、そういったことを発信していくのが私たちの義務であろうし、決して原発輸出はそれに、そうではないし全く反対のことです。では失礼します。じゃあピースボートの川崎さんの方から特にその国際的な観点から、はい、お願いします。すみません、遅くなりました。ピースボートの川崎明と申します。すでに多くの皆様がですね、安全性の念頭からも反対懸念のご意見を述べられたと思いますけれども、私の方からは国際的な観点ということで、とりわけですね、なぜこのトルコをはじめ安倍首相がですね、中東諸国に、非常にこの原発輸出を力を入れて、まさに売り込み外交をとりわけ中東諸国に行っていると、トルコはその代表的な例であるということの持つ意味ということをですね、考えなければいけないかというふうに思っております。で、ずっとここ数年このイランの核問題ということがですね、一方でイランは原子力の平和利用の権利だというふうに主張しつつ、他方で多くの国々がそれは核兵器の開発につながっているのではないかということをですね、懸念するということで、ずっと交渉が続いてきたかというふうに思います。で、今回のトルコへの原発輸出に関してはトルコと日本の原子力協定がその濃縮および再処理というですね、核兵器に利用可能な技術に関する言及がその中にあるということで問題になって報道されておりまして、一応政府の方では外務大臣の方でですね、これはこの協定をもって、トルコがそうした濃縮や再処理の技術を手に入れるものではないと、改めて別の協定を結ばなければそういうふうにはならないんだというふうに説明をしておりますけれども、私自身何度もトルコに行ってトルコのその反原発の運動家の方々とも話をしてきましたけれども、その政府が原発の方に走っていくその背後には潜在的な核兵器につながりうる技術能力というものを持っておきたいというそういう政治的な計算があるのだということをですね、直接私自身耳にしましたし、そのように
地元の中では、地元の中でこの原発に反対する人々の中では、そういう考えが非常に強いということなんですね。でやはりこの中東地域見てみますと、イスラエルがずっと核保有国として、半ばアメリカによって公認された核保有国としてあり続けて、これに対する対抗としてイランが核の開発を行うと。直接に核兵器を持っているわけではないですけども、イランは核兵器につながる力を持つのではないかというふうに疑惑を持たれていると。こういう中で、サウジであり、 UAE であり、トルコであり、ヨルダンであるという国々が、別に今すぐ核武装というようなことを口にするわけではありませんけれども、そういったことも視野に入れながら、この中東の原発競争というものの流れがあるということをきちんと抑えなければいけないというふうに思うんですね。ですから今回の協定の文面によって、濃縮再処理のことが直ちに拡散するわけではないというような、その政府の、ある種の説明言い訳ということで、良しとするのではなくて、そのような場合によってはですね、非常に深刻な核競争につながりかねないことに日本が支援をしていくのかと、そのことの問題ということをきちんとですね、視野に入れて、このストップをかけていかなければいけないというふうに思います。ありがとうございました。ということで、いろいろな意味においてですね、トルコへの原発輸出そのものについても、福島原発事故が収束もしておらず、多くの人が苦しんでいる中、大変倫理的にも許されない話だと思いますし、とりわけトルコにおいても、原子力協定はさらに、いろいろな面から、問題が多いということで、私たちは強く反対したいと思います。何かご質問とかありますでしょうか。はい、あ、どうぞ。ニュープランの理由と言います。一番最初に話をされたチェイさんが記者会見の話からスタートの話されたんですが、それでトルコでですね、国内で新聞あるいはテレビの状況というのはどうなんでしょう。日本みたいにこう政府候補みたいになっているのか、あるいはテレビの新聞等で歴史とこう反対をしているような、そういう言論機関みたいなものがあるのか、トルコ国内の状況が分かれば。すみません、僕は分かりません。ただ連日メールが来てましてね、そのツイッターにしても、飛びさせられているとかですね、それから送られたメールが全部文字化けしているとかいうことの中で、いや、これはもう政府側の完全なコントロールだというふうに彼らは理解しています。やっぱそういう状況にいますね。かなり反対運動そのものは強く活発に活動しているという感じがいたしまして、私が直接記憶しているのは、2012年の3月だったと思いますけれども、ピースボートがイスタンブールに寄港した際にですね、地元の反原発および反核兵器の運動家と一緒に記者会見を市内で行いまして、それ自体は非常に多くのメディアを集めて、報道もたくさんされました。もちろんそういった運動にですね、その様々な弾圧や制約やらというものがあると思いますけれども、そういった活動をちゃんとその会見を開いたりデモをしたりということ自体はできてやってるという実態があると思います。ですからこういう私たちの活動もですね、どんどんと伝えていけば、それに反応して地元の運動ともつながることができると思います。伝えるというのはどういう伝え方？例えば今日こうやって記者会見が行われているという映像もありますから、はい、こういったものをですね、地元で活動している方々、直接連絡先、それぞれディスポートでも持っている人もいますし、他の団体等でもあると思いますので、そういったリンクを紹介していくというようなことができると思います。堀田さん、もし何かコメントがありましたらお願いします。私ですか。はい、何か国内の言論の状況について。私が今
選挙区の、それぞれの公営会合で全部記者会見が行われました。で特にイスタンブールではたくさんのメディアの方が集まってくださって、で私まだ入手はしてないんですけども、私が行った時のこともかなりいろんな新聞に載っていたそうです。なのでそういう意味では、どんどんそういうふうなメディアなんかとの活用をして、積極的にですね、いろんな団体が動いて、原発の反対の声を上げているというのはもう間違いないことだと思います。非常に弾圧政府の、非常に厳しい、運動に対する制約がありますが、これに対して非常にたくましくですね、多くの方たちがそれに、抵抗して運動しているという印象を私は強く受けて帰ります。以上です。ありがとうございました。他にご質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。核兵器転用に関わる問題でトルコ政府がそれを、まあ、視野に置いてるんじゃないかという話なんですけども、これ周辺各国は例えばイスラエルなんかがどういう反応してるかっていうようなことはお分かりになりますでしょうか。トルコの原発計画にそのものに対するちょっとイスラエルの反応というところまでは私はちょっとわからないんですけれども、そのこと自体についてちょっと情報がないですね。はい、他にご質問があるかもしれないんですが、ちょっとそろそろ終わりたいんですが、どうしてもというご質問があったらお願いします。はい、それではですね、これで終わっていきますが、今日これからも、予定なんですが、先ほど申し上げました通り、週末の間に緊急署名を呼びかけたところ、かなり多くの、1922人の方が、賛同してくださいました。で、今日はですね、その署名を持って、夕方なんですが民主党本部に提出しに行きたいと思います。でまた、これからですね、まあ、こういった今日の、資料ですとか、要請書なんかを持って国会議員の民主党国会議員の何人かに、それを届けに行きたいと思っております。ということで今日は記者会見は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。